7日、マンガン ET デジタルスタジオ M に、スタジオダンス YouTube チャンネルでは、今月のアーティスト、日記のスポットライト映像が公開され、全世界の KP オープニングファンから、爆発的な反響を呼んだ。公開された映像にはニッキーの熱血練習風景のほか、舞台裏やインタビューなどが収録されており、今後のコンテンツに期待が高まる。今月のアーティストでは、スポットライト映像の公開を皮切りに、10日、金のパフォーマンス映像、17日、金のドキュメンタリーと、3回にわたって、コンテンツを順次紹介していく予定だ。このコンテンツを通じて、ニッキーは、コナー、プライスの、トレンドセッター、とケンドリック、ヤマーのハングル、に合わせてパフォーマンスを披露する。キッチュで、ラフな90年代スタイルを取り入れたオリジナルのヒップホップパフォーマンスが用意されていることで知られる。ダンスチームとの共演も際立つパワフルな振り付けなど、多彩な魅力でファンを魅了する予定だ。アーティスト・オブ・ザ・マンスは、ダンスに特化したアーティストを選出し、パフォーマンスやインタビューなどを取り上げるスペシャルコンテンツです。KP オープニングを代表するダンサーたちのパフォーマンスはもちろん、ダンスについての深い話が聞けるとして来されています。一方、スタジオダンス、ケスティン・ユーディオ CHUMは、ダンス専門のアーティストとダンスクルーによって作成された KP オープニングダンスチャンネルです。今年5月には、チャンネル登録者数が516万人、累計再生回数が32億回を突破した。